天理河内本、源氏物語は、源氏物語の写本。全朝にわたって、河内本系統の本文を持ち、現在は、天理大学天理図書館の所蔵であることから、天理河内本と呼ばれている。本写本はかつて、池田機関が所有していた時点では54条、揃っていたとみられるが、現時点では54条中発目帳を書く53条が、 揃った写本であり、かつ全庁にわたって、河地本系統の本文を持っている。天理大学天理図書館には、数多くの源氏物語の貴重な写本が収蔵されており、その中にはかつて、池田機関のもとにあり、広位源氏物語にその本文を採用されたものが、数多く存在する。それらの写本は、天理図書館の所蔵となった現在でも、 好位源氏物語の時点で名付けられた国、冬本、有馬区本、無犠本、池田本といった名称のままで呼ばれている。本社本もかつては、池田機関の元にあり、ある時期までは池田が作成していた、源氏物語の後本において、定本として採用されていたとみられるが、経緯は不明ながら、最終的に競合対象となる社本からも外されて、しまったために、 好意、行為源氏物語で呼ばれている名称が存在しない。そのため本社本は、天理図書館に所蔵されていることと河地本の本文を持つことから、天理河地本と呼ばれるようになり、その名称で、源氏物語別本修正続において、社本記号、天として、競合対象となる社本の一つに採用されている。 1926年4月から1942年にかけて池田機関によって行われた源氏物語の後本作成の作業について当初は河内本を定本として作業を行っていたとされており1931年に後本源氏物語と呼ばれた最終的な後本を完成したとして1932年11月19日 および20日に、東京帝国大学文学部国文学科において、完成記念の転換会が開催された際に、発行された、現氏物語に関する、転換書目録には完成した後本の定本について、後本現氏物語定本化は地本写しと、説明されている。この後,後、後本作成の作業は大きく方針転換され、良質な青拍子本系統の本文を持った。 写本とされた大島本を底本とする後本である、後位源氏物語及び源氏物語体制として、欠実することになる。しかしながらその中に対抗本として、河内本系統の本文を持った写本は、美集家本をはじめいくつか取り上げられていたのもかかわらず、後本源氏物語時代に底本とされていたと、見られる河内本の写本は、 対抗本としても採用されてはおらず、また池田機関は、この大島本になる前の後本の底本が、どのような写本であったのかについては、上記の、源氏物語に関する、転換書目録以外には、源氏物語体制研究編において、当円文小僧、源氏物語としてわずかに解説している以外には、記録を残しておらず、 戦争中の混乱の中で失われたとしているために、これが、どのような写本であったのかについては長く、不明であるとされてきた。しかしながら、戦後天理図書館が購入しその所蔵となった53条から、なる河千本の本文を持っている、源氏物語の古写本に一つに、その写本がかつて、池田機関の元にあったことを示す、東園文庫の所蔵院があり、 かつ池田機関が、本書は、学会の重宝として貴重すべき、経由の陳本にして、よろしく後本原始物語の定本として学会に、公布すべきものなり昭和7年11月式これと、記した紙編が付されていることから、この時の定本はこの写本であろうと考えられるようになった。池田機関は本写本の打ち切り壺、C のもが、後世の補者であるとしている。 本社本は現存する53条全体にわたって、一貫して、河内本の本文を持っていると見られている。現在までのところ、本社本単独では、永遠本や本国本は作成されていないものの、2005年に刊行を開始し、2010年現在刊行中である、現氏物語の後本、現氏物語別本修正続において、社本記号、10。 天理河内本として全庁にわたって、競合対象となる写本として採用される予定であり、そこで本文を確認することができる。また伊藤哲也らのグループは、青表紙本を代表する本文として最もよく、使われる、大島本に代わるものとして、池田本を、また、河内本を代表する本文として最もよく使われる、美集家河内本に代わるものとして、この、 天理河地本を使用した皇帝本文を作成し、別本を代表する本文として最もよく使われる、陽明文庫本と合わせた異なった三系統の本文を対比できるようなテキスト3本、対象皇帝本文を作成している。ありがとうございます。